皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋からカスタマイズした車両を紹介します。紹介してくれるのは井村店長です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回紹介するのがこちら、こちら GR ヤリス。これ名古屋店で GR ヤリスですよはい、そう来たかって感じなんですか。いや、お膝元なんで、はい、今回ちょっとこの動画になってる経緯が、まあ、数日前に僕の携帯に井村さんからこれかっこいいでしょって言ってこの写真が送られてきたわけですよ。でその写真を見て僕はやべえこれと思ってもうまずその GR ヤリスでこの、まあ、これから紹介しますけどホイール履いてるっていうところもやばいんですけど、飯村さんも数々これ今までカスタマイズした車を紹介してきたじゃないですか、はい、このラインナップですよじゃあ幅広い、ね、812 はい、あとフルマンのマンソリーとか、はい、G800 とか、はい、で、はい、AMG GT だってやりました、ね、緑メタリックにフルラップとか、はいはい、なんかぶっ飛んだ車ばっかりバーッと紹介してたじゃないですか、はい、そこに来てこれがもうただヤリス普通にホイール履いただけじゃねえなっていうのはもう瞬間的に感じ取ってこれやべえと思ってもう絶対紹介しましょうっていうねこと言われて、はい、で詳細を聞いたらやっぱりぶっ飛んでましたとんでもない車なんでちょっと今回端からちょっと紹介はい、させていただきます、はい、で今回これに関して僕ちょっとだけ予習してきましたね。いやいや、ちょっとだけじゃない感じがした。本当ですか、うん、いやなんかちょっと仕込んでんなと思って、ふわっとなんかかっこいいなじゃなくて、うん、ちゃんとこう予習してきたんです、ね、ちゃんとで今回この車多分ですけどあのグレードいくつかあるんですけど RZ って、はい、上から2番目とか1個したとか、はい、ただ上のその RZ ハイパフォーマンスってやつはなんかもういろいろこう最初からついてる、ね、そうね、なんか、うん、でその下にRS っていう、まあ、普通の CVT でどっちかっていうとこうが側がこう、うん、ちょっとこうメインの GR ヤリスもあるんですけどこっち本気の方の、はい、いわゆるその300馬力近く馬力が出てて、はい、本気です。もう足回りとかもしっかり入ってる、はい、エンジンもしっかりこうマニュアルの、マニュアルしかないですからね、今マニュアルしかないね、はい、うん、RZ は、はい、今時マニュアルだけっすよ。マニュアルだけそんな車がベースになってるそしてこれがすごいのがほぼフルオプション、はい、ついてます。ちょっと順番にして紹介していきますけど、だってこれ乗り出し600ぐらいですよ ね、うん、だってヤリスって言うんですけど、だって先代で言ったらビッツじゃないですか。ビッツ、そう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 。この方から一応その輸出仕様の名前と全部共通になってヤリスっていう名前になってますけど、言ったらビッツですからね。そうで、一番ベースのもう何にもないって言ったら、うん、もう140万円ぐらい買えるわけじゃないですか。3台4台ぐらい買える、うん、ぐらいのね。そんな車なんですよ。これはやばいっすよ。でもこのオーナーさんのこのセンスとこの名古屋店に入庫させるっていうチョイスがやばいなと思って。そうだから最初にヤリス買ったんだよねって言われた時にどういうリアクションをしているのかそれはあのよろしくねっていうことなのか、なんのまあ買ったっていうだけの話なのかと思ったら、あの納車場所がここだったっていう。ぶっ飛んでますね。ね、で当然やっぱり他の車もいろいろ持ちもちろんです、はい、たくさん輸入車を乗りになられてる、所有されてる方の1台、瞬間的に察知しましたそして今回これ僕見た時にもうなんかかっこいいって、うん、なんかこう側とかなんかジャンルとか金額じゃないなって改めて思ったんです。そうなんです。かっこいいっていうのはね、非常に難しい話で、かっこいいものを作ろうと思ったら、まあ割と簡単っていう言い方あれだけど、見た目で、そう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 、車高ペタンコにしてホイール、それっぽいホイール履いたら、ああってなるじゃない。その先？そうですね。もうだからなんか考え方だなと思って。そう。やってることがかっこいいとか。そう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 。ね。そういうのは山さんのやってることがかっこいいとか、もうこの車で言ったらもうトヨタのやってることがかっこいいじゃん。かっこいい、そう、そこなんですよね。トヨタかっこいいよね。やばいっすよね、うん、でちょっとじゃあ外観ちょっと前置きなくなりましたけど、はい、外観で行くと今回これフルオプションということでこの GR のオプションのリップもはいついてます。ついてるんですね、はい、これ結構見た目変わりますね。これかっこいいよね。かっこいいっすよね。かっこいい。でこの知ってますこれバンパーとかちょっと普通のより薄いらしいです。薄い、軽量化のために。でも本気の車なんでその辺も全部考えてるっていう。でも車外のエアロみたいなこの造形、うん、なんかもう今までの国産車にないですよね。ない。だからこれをメーカーが出してきてるっていうのは
本当に素晴らしいなと。さすがトヨタ。よいしょするわけじゃないですけど、うん、本当にこれパッと見てかっこいいな。かっこいい。そう、素直に。でまたこれすごいのがそこだけじゃなくて、もう本当にヤリス、GR ヤリス本気の車なんですよね。本気の車。外装のパネル、ボンネット、ドア、トランクがアルミっていう。はい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 。これだって修理できないじゃないですか。そうだね。交換ですよね。そうね。アルミってなんか板金基本的にはできなくないけど、めちゃめちゃ大変なんですよね。伸びちゃうんですよね。そう。だからボンドボディもねたまにやってるけど、基本的にはまあトヨタっていうブランドのその背景からするとある程度どこでも直せるっていうのも必要だと思うんだけど、そのトヨタがどこでも直せない車を出してきたっていうね。いやボンネットまだわかるんですよ。ボンネットぐしゃぐしゃってもう大事故じゃないですか。そうね。ドアね。ドアなんてもうだって下手したらだって狭いところ止められたら、そうね。ドアパンチとか食らう可能性もあるわけじゃないですか。うん、それドアまでやってある。うん、でさらにその上、このルーフに至っては、はい、なんとカーボンです。カーボンです。M3 じゃないですか。カーボンルーフか。はい。そしてこれですよ、なんといってもこのフェンダーかっこいいわ。これ市販車で出してくるんですね。ね、すごいよね、これ。ごめんなさい、僕数字的なのを調べてこなかったんですけど、もうこのブリブリのフェンダー、そうだから、あの1850のパレットにこの状態だと入らないの。だって1800あるんですよ、幅。そうで、車高としてホイール出してるじゃん。だから入らないんだよね。ヤリスが、ビッツ、ヤリスが乗せられない、パレットに乗せられないビッツっていう。それを聞けば多分どれだけ狂ってるか。そうね、そうね。そしてこの今回足元、はい、足元、まあよくこれを入れるっていう発想に至ったなっていう。そうですね、もうね、大きくするっていうのも趣旨違うし、だ純正18インチから車外18インチで、ただその純正18インチにスペーサーはちょっとなっていう、でじゃあホイールを変えましょうってなった時に、まあ、やっぱり軽量で、やっぱりブランドイメージ、まあ、トヨタに対してやっぱりレーシングで僕らが得意とするホイールブランドって言ったら、まあ、HRE かなっていうことで、一番、まあ、これがマッチするかなと。で軽量の P101 でフィニッシュももうなんかこうブラッシュドとかポリッシュとかっていうんじゃなくて、もう塗りのシルバーで、まあ、いろんなことを考えて前後通しで作りました。もうなんか余計にこうなんか天面どうこうとかポリッシュとか、あ、もうそういうのしないで、しないしない、もうレーシングっていう、そう、もうバンバンみたいなね、外してつけてみたいな。でもちゃんと HRE っていうとこがまたすごいですよね。やっぱりね、そこはなんかこう、これが例えばちょっとブランドが変わってくるとちょっとうちっぽくないっていうか、まあボンドで通常ね輸入車ばっかりやってる僕らが、まあこういったちょっととんがった車をいじらせてもらうっていうチャンスをもらった時に、やっぱここぐらいいかないとうちっぽくないかな。確かに、あの普通多分世の中の GR ヤリスを改造する人の、まあ、改造する人が多分ごく一部だと思うんですけど、うん、その中でも多分ほとんどの人がおそらく国産のそのチューニングパーツとかでまとめる人がほとんどだと思うんですよ。ただ僕らってやっぱりアメリカのそのカスタマイズの事情だったりだとか、ヨーロッパの事情とかって見てきてるじゃないですか、うん、だからそのパーツチョイスが国内だけに限らず、そのヨーロッパとかアメリカまでこう試合に入れて、いろんなものがこうお客さんに提案できるっていう。そうです。でそこで持ってきたのがこの、はい、林レーシングを元祖に持つ HRE ですよ、はい、だから僕そこでレーシングつながりですげえとこ選んできたと思った。そこのつながりまで知ってると、うん、すっごいマニアックなチョイスだな。かっこいいよね、はい、そうなんです。そして今回このタイヤも、はい、タイヤもまあね、ヤリスって調べるといろんな、もちろんその国産チューニングショップメーカーがいろいろやっぱ参入してきてて、でいろんな情報、いろんなデータがあるんだけど、まあ、今回、ホイールは QJ で、タイヤは255 QJ って普通に言ってますけど、 QJ で通し、ヤリスに履くサイズでもない。でも 9.5 も入る。マジですか。そうだ、 9.5 に265っていうパターンと
QJ に255っていうパターンと、まあ、あと 9.5 に255っていうパターンもあるんだけど、まあ、今回はあの QJ に255、この収まりとこのタイヤのこの立ち具合と考えて、で、まあ、大体ネオバか、まあ、今回 RE71RS BS かみたいな。で 71RS のタイヤがまあ高い、またそこじゃないんですよ、半端じゃない、はい、じゃあ高いから買いませんとかそういうことじゃない、じゃない、高いからむしろ買う、はい、かっこいいっていう、はい、組み合わせ。サメタンとこのスポーツスタイル、トラックスタイルって言えば簡単ですけど、うん、これをまあこの車によくぞ持ってきたなって思いました、僕は。そうですね、はい、ちょっと偉そうな言い方になっちゃいますけど、偉そうな言い方だ、本当に度肝抜かれたんですよ衝撃受けてやっぱこれ、でしかもこのタイミングでね、なかなかまだみんなが触ってないタイミングでこういうことをやらせてもらって、ちゃんとホイールまで履いてっていうのはすごくこうありがたいなと。ボディカラーもだって結構白多いじゃないですか。白多いね、うん、そこ赤選んで、うん、アメタンを履くかと、うん、で車高もこう絶妙な、そうですね、最初ねもうちょっと下がってたんだけど、ちょっとパレットに乗らなかったりとかしたので、ちょっと上げました。あ、なるほど、はい、で車高調は今は RSR のスポーツアイっていうもので、組んであります。でキャンバーもフロントは2度半ぐらいつけて、でリアが2度弱ぐらいついて、これだって足回りもその本当にそのままレースに使えるような専用のものを入れてるところからさらに交換してくるっていうね、はい、そこはやっぱりスタイリングとちょっとこう両立させるために、そうですね、やっぱりノーマル車高つわけにはいかないんで。そしてこのブレーキですよ、これが標準ですからね。そう、ブレーキ表キャリパーはローターそのままで、パッドだけプロジェクトミューのパッドに変えてます。この2ピースのローターとこのキャリパーがついてるヤリスが登場するとはもう夢にも思わなかったです僕本当に。まさかね、まさかまさか、ビッツ時代だったら思わなかったですね。ありえないよね、ビッツ RS ですら、まあまあ、ああ、ね、スポーティーだな、ね、ああマニュアルなんだすげえなみたいな、確かに思ったっすけど、まさかこうなると思わなかったです、うん、で知ってますよ、あの組み立てのその車の組み立て精度も、うん、レーシングカー並みらしいですよ。もう 3D のその精度で全部組み立ててで、スポットマシもなんか 200発ぐらいして、なんかそのパネルも接着剤で今くっつけてるじゃないですか、その接着剤の量 もう激増し増し増しでガッチガチにしてあるらしいですよ。へえ、本気だね、トヨタの本気な車で。横行くとこのサイドスカーブ、これも GR のエアロパーツで、はい、標準で付いてたものですね。でこのリアフェンダー、リアのフェンダーもやばい、えぐいっすね、えぐい。だってこう上から見たらこうですよ、もう。そうそうなのね、え、まあないよね。で後ろももうパッツンパッツンですよ、はい、すごいチョイスで、後ろは後ろもこの GR のエアロがついてて、マフラーがで四駆になるのがその RZ っていう、 RZ か RZとハイパフォーマンスっていう、あーグレード、そうそうそう、その下の RS か FF FF です、うんうんうん、みたいです。このなんか窓が低いのもいいよね、この確かにこの低さなんですかね、この可愛さとエグさと、うん、ね、なんとも言えないいい塩梅で、これをオーナー様は足車として、はい、いや違うか、はい、そうです、そうです、はい、あくまでも、はい、でも超かっこいいなと思ったんです僕これ僕パーカー短パンで、うん、服買いに行きたいなと、うん、あこれでね、これでね、サーキット、まあ、サーキット行ってもいいんですけど、うんうんうん、本当に普段使いしていいよねこういうの、ちっちゃいし便利だし。そして僕がですね今回なんでこんな興奮してるかっていうと、はい、中がもっとすごいんですよ、中すごい、これ側をこう何ですか、まあ、エアロつけてタフル入れて、はいはい、なんでそんなベタ褒めしてんだと、はい、見てくださいこの中を、いいですか、開けて、何ですかこれジャングルジムじゃないですかこれオプションの GR オプションのジャングルジムですよね、はい、これ新車で、はい、
街乗りで、はい、これを組むと。そうです。なんならノーマルシート一回も乗ってません。でもこれやっぱこれがサイドバーがあったから結構なんかシートがうんってなってた。まあこれで本当スッキリ。まあ基本的にもうここまで入れる人はもうフルバケセットですよ。そうだね。これですよ。めっちゃ男だよね。ああ、もう興味ない人お断りみたいな。利便性ゼロみたいな。ゼロ。はあ。でもちゃんと物すげえしっかりしますよね。しっかりしてる。でやっぱね狭いところで降りれないですよ。ドアも長いし微妙に。でちゃんとこれ全部このウレタン巻いてあるから。巻いてある。もそう。そう。で。ラインオプションじゃないから、うん、ディーラーオプションとか全部あ、そう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 してますよ ね、ディーラーで、うん、だからそのキックパネルも穴開けてたし B ピラーもこの穴開けてたし、うん、このだって天井に至っては天張りの中このぶっとい補強が入ってるからこう浮いてるんですよ。だってあ、そうなんだ。だ本当は多分あの天張りとか取っちゃってつける前提なんじゃないですか。分かんないですけど、分かんないですよ。はいはい、すごいね。だってここに通ってるんですもん。だってこの中に。そうだよね、はい、確かにここ後ろだけはありますよ、よく。だ結構後からそうつけたりとかもあるじゃないですか、あるね、ストリートでも。前までここ通ってますからね。やべえな。やべえっすよね、本気。そしてシートがデカロの、はい、RMS です。これはさすがにファイバーの方ですよね。そうです、はい、はい、さすがに。それでも1脚確か20万円ぐらいするやつです。そうだね、そうだね。でこれ日本発信のレカロなんですよね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。他のなんかレカロのフルバケとかって基本的にはそのヨーロッパ そのドイツの、あ、ドイツじゃない、ドイツか、うん、ヨーロッパ そのレカロの本社の方からこうスタートしてるやつなんですけど、これに至ってはその日本発信、日本、日本で企画製造してるやつなんですよ。でもこの シェルにこれをそのまま貼ってるやつですね、ダイレクトに。さすが、さすがモンドガレージ。これ座るとやばいですよね、これね。もうだから本当にゴーカートのシートに座ってるみたいな、うん、そう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 、もうなんか本当にシェルにそのまま座りました、座ってる感じ。これがついて、これ2脚ですよ。だってはい、2脚です。もう後ろには行けないですね。これ再確認ですけど、これストリートなんですか。はい。後ろどう考えても乗れないのに、ね、後ろの座席は捨てないんです。でもってこれちょっと見えないですけれども、これ今回フルオプションということで、あの GR のメタルクラッチと機械式デフが、はい、入ってます。それディーラーオプションなんですよね。そう、ディーラーオプション。なんか RZ のハイパフォーマンスっていうのを選ぶと、うん、なんかそのトルセンのデフになるらしいんですよ。あ、そういうことか。らしいです。だから多分そっちじゃなくて1個下 そのトルセンじゃない人のデフの方があって多分それオプションでつけてる。あ、僕が勉強した限りではですけど、絶対機械式の方がいいですね、はい、うん、だトルセンの方もいいんですけど機器マイルドじゃないですか、うんうんうん、だか本気で走ろうと思ったらやっぱり機械式の方がそうねみたいですよ、ね、へー、なるほど。でもシフトとかもすっごいんですよね、超ショート、うん、もうなんていうんですか、国産車とかはもう市販車のシフトじゃないんですよね。うん、そうだね。じゃあマンマレーシングカーいいっすね。いい。いいですよ。これもうこれだけ割り切ってこの突き抜けちゃってると、ああ、やっぱりもう関係ないですね。なかなかだからこれに変わるものって輸入車も含めてないもんね。ないっすね。この車格で、まあ、300馬力ぐらいで四駆でマニュアルでなんつったらないもんね。で、ちょっとトランクとか見ていいですか。びっくりしたのが、見ました、トランク開けたよ。普通じゃないですか、うん、これトランクにバッテリーがいるんですよ。だから重量もちゃんと配分考えてね。そう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 。で、しかもインタークーラーに水拭くやつもついてるっていう、うんうん、これやばいっすね。すごいね、トヨタ自動車ってやっぱりこう一生懸命エコカーを作って、まあいわば今そのカフェ規制ってその企業の平均燃費があるじゃないです か一生懸命エコカー作って貯めたポイントでこうふざけた車を作るって、うんうん、すごい最高っすよね。だからちょっとあとボンネットちょっと上げましょうか。ちょっと続いてボンネット、ボンネットがアルミ、はい、アルミ、アルミ。そして600万円になってもやっぱり棒なんですよ。油圧のダンパーとかいらないんだよ。逆に油圧のダンパーついてたらがっかりしますよ。逆にね、はい、お金使うとこそこしかないんだろうってなるじゃないですか。
でこのエンジンでこれが天禄ターボの272馬力らしいです、うん、ノーマルがね、はいはいはい、272馬力ですよ、うん、やばいね。もういよいよなんか AMG のあの4号じゃないですけどリッター200馬力にこう迫る馬力になってる。でしかもそれが今回この HK さんの、はい、パワーエディターで足んなくないですか足んないですかこれで300馬力ぐらいに、はい、300、一応5馬力になってます。でしかもこれなんか職人があれらしいですよね。あ、エンジン組んでるらしいですよ。だからこれ横に匠っていうステッカーってあるんですよ。なんなのツッチーどうしたの。いやもう本当に本当にこれ痺れたんですよ。やっべこれと思っていやそれまでふわっとこう本当だってある。それまでふわっとこう、あ、GRRS かっこいいよね、あ、300馬力近いんか、すげえなって、それだけだったんですよ、うんうん、昨日ホームページとカタログ見たらこれやべえと思ってちょっと本当に久しぶりに痺れましただってもう言ったら AMG みたいなことやってるんですか。そうだね、確かに確かに。スーパー効率悪いこと、うんうん、この時代に、うん、でも この温度差すごくないですか。すごいエコカーというこの温度差と。トヨタがこれをこの時代にこのタイミングで出すっていうのがすごいと思う。やそれを買って、うん、ボンド名古屋に持ってくるっていうこのオーナーさんの行動と発想そこがもうやばいなと思ったんですよ。確かにそうね。普通なかなかこう、なかなかね、僕らも触らせてもらえる車じゃないんで、全てがだからなかなか叶わないんですよ。車もこんな車使わないし、うん、まずその収車こういろいろ乗り継いだ方が、うん、じゃあこうヤリス買おうかってならないじゃん、うん、ならないならない、なかなか。ヤリス買ってもボンド名古屋に持ってこようかって言ったら、もっとなね、欧州車に入れて取り扱ってるお店に持ってこないじゃないですか、うん、すごいこうなんかルートを通ってここに車が完成したなと。そうだね、ありがたいです本当に。で今回この車をなんと、はい、なんとオーナーさんまだ乗ってないんですよね。いや乗ってるよ。あ、乗ってるのか、うん、カスタムしてから乗ってないんですよ。カスタムしてからちょっと乗って、あ、ちょっと乗ってんですか、うん、けど乗っていいんですか。はい、ご了承いただいております、はい、乗っていいということで、はいはい、ちょっとこれから乗ってみたいと思います、はい、うわ、全然っていうか国産車のドアの閉まり方じゃないえ、そう、あ、違う。いや、ドアはペラペラっていうかそんな豪勢ないですよ、うん、ボディ全然揺れなくないですか。あ、確かにそうかも。あ、そうだね、プリウスとかだとブーンってなるね。そうそうそう、ボディこうなるじゃないですか、うん、ない。いきますか、じゃあ。すげえ、もうもう市販車じゃないっすよこれこれ売っちゃダメなやつだもうだってこのメカノイズが、そうね、うわ、だってもう、ま、普通にハンドル切ってこう出るだけグギグギ言ってるじゃないですか。そうそうそう、デフがね効いてんの。さすが機械式。どうあの店の中とか敷地内でもザッ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 すげえ、うわこれすげえガチ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 だよね。レーシングカーじゃないですかこれ。そうなんですよ。うわこれやばいこれ本当にちょっとあの、まあ、これサーキット行くのもいいですけど、これストリートで乗ってたら最高にかっこいいですよね。かっこいいよね。普段着でちょっとおしゃれなとこに福岡行きたいですよやっぱりそここだわるね、はい、土ね今回。いやこれサーキット行ってもいいですけど、ちょっとシャレでね。そう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 、表参道とかちょっと。確かにね、確かにバチが空気をぶち壊しにしたいですジャングルジムの車 でオーディオがないですよ。だってないです。カメラもないです。バックカメラもないんで。これシフトがやばいんですよね。すっごいショート、超ショートっすよね。ゴキゴキ言うぐらい。僕さっきあのピットで少しこうグビグビってやらせてもらったんですけど、もうあの初代 NSX みたいな。確かにそうだね。あのぐらいクイックっすよね。なんかちょっと硬めでね。そう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 。ちょっと高速に乗ってみたいと思います。はい。
うるさい超うるさい。うおー早え早え。これデフやばい。やばいよね。シフト繋いだ時のガーって、そう、そう前出る感じがやばい。グイグイ引っ張ってる感じで。うるさい。さっき乗ったレンジローバーと真逆。確かにレンジとね、真逆だよね。これでも車と一体になれますね。そう、乗ってる感がやっぱりすごい楽しいね。これよくなんかそういうちょっとこういうちっちゃい車で操作性が楽しいやつとかってゴーカートフィールって言うじゃないですか。はい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 、はい、これもう完全にその行動出てきたんですね。そうそんな感じ。間違って行動にこうゴーカートのまま来ちゃいましたみたいな。すげえこれいいっすよ。それ今4速なんで、はい、5速でしょ。ギア比が高いんだよね。あ、意外にギア比高いんすか。そう、速だったらもうなんかちょっとこうどうって感じ。今2000ちょっとで80キロぐらいだから、どどどどどどって感じじゃないの。250、50キロぐらい出る計算ですか。出ちゃうんじゃないかな。すげえ。だ富士のストレート何キロ出んだろうね。ああ確かに気になりますね。これ楽しいな。これでもこんなにちっちゃいのに危ない感じしないですね。そうだね。それはやっぱりボディ剛性がね高いから、なんかどっか飛んでいく感じしない。しないしないしない。助手席乗っててもああそんなに出さないでって感じじゃない。全然安心感があるよね。これやばいな。ジャングルジムが。でもこれロールケージってこうバッテンにしてないんで、ああ乗れ、後ろの視認性とかいいっすね。まあ乗ろうと思えば乗れそうじゃない。そうっすね。シートがこれじゃなければね。確かに。最高のバランスですね。この内装に一切こういやいやいや、内装にね、だって最近その多いじゃないですか。なんかちょっと演出でちょっとカーボンのパネルつけてみましたとか、アルカンターラのステアリングにしてみましたとか。全くないよね。トヨタどうしたんですかね。ね、かっこいいよねやってることが。やっべな、子供喜びそう。マジ遊園地っすよこれ。あ、普通にだって名古屋環状流してるだけ遊園地ですよ。うるせえ本当にうるさい。これどこまで音取れてるか分かんないですけど、ゴーっつって。だやっぱり好きなんだよね結局はさ。そうっす ね、 ね、みんなね、そこだな。なんだかんだ言ってもやっぱりみんな車が好きだなっていう。でもうおうお、これマジすごい。そのクラッチがドーンって繋がるんで、なんかこうロスないっすね。そうロスがない。このクラッチが繋がった瞬間のロスもないし、うん、このデフでこのトルクが抜ける感じもないっすね。ない。グルってくるまま。そうそう。言ってもだって普通の車でこうマニュアル車でシャキシャキ走っても、うん、そんなにこうなんていうんですか、前には出ないじゃないですか。そうだね、確かに確かに。これ前に出ますか。前に、シフトアップした後に、前に前に前に、みたいな。シフトアップした後、グッて前にちゃんと出る、うん、これは絶対楽しいよ。これめっちゃ楽しいですね。やっぱりでもこれなくしちゃダメじゃないですか、なんか。そうだよね。やっぱ乗って楽しいって大事だよね。大事。まさかこう、輸入車ずっともうボンド入ってるからずっと輸入車だったじゃないですか。ああまさかこんな国産でしびれるのかなって。そうだよね、まさかボンドチャンネル GR ヤリスが。いや本当っすよ、本当っす、本当っす。いや
じゃあ最後になりますけれども、はい、GR エアリスだけじゃなくって、うん、いろんな車意外にボンドいじれちゃいますよね。そうですね、結構今までもそれこそセンチュリーとかもやったしね、国産も、まあ、アメ車も。じゃあ最初に戻るんですけど、本当にジャンルじゃないですよね。そうです、僕らが思うそのかっこいい車の状態に仕上げさせていただくっていうのが僕らの仕事なんで、まあ輸入車をメインではやってますけど、かといって輸入車だけじゃないところかなと。ヨーロッパ、アメリカ、いろんなこうブランドとかチューナーとかその要素をこう取り入れながら、そうですね、いろんなことが、うん、本当に東京店なんか内山店長がそのフルラップしたアルファード作ってみたりとかあとは裏店でそのゴールドのホイール履いた LC 作ったりとか、いろいろだからこう普通のこう国産だけじゃ思いつかないようなカスタマイズとかもいろいろ提案できますので、はい、まあ、あとはこのヤリスと同じようにしたいなというのも、あ、もう全然、はいはい、言っていただければできると思いますので、はい、何でもボンド名古屋にご相談ください。というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。